皆さんこんにちは。福島市と東京で日居住をしている小林です。福島県北部を中心に10市町村からなる福島県域、その地域に魅力を感じ新しいライフスタイルを実践する素敵な方々を紹介。福島市ではカフェとシェアハウスを経営していて、東京では芸能のお仕事をしています。福島市出身なんですが、昔からいろんな地域の人とつながれるゲストハウスがすごく大好きだったんですね。で、福島市にもそういう人がつながれる空間を作りたいと思って、このカフェとシェアハウスを作りました。福島市とかですと、そのもともとミス福島をやっていた経験があったので、その福島の観光 PR のお仕事だったりですとか、東京ですとテレビのお仕事だったり、あと最近ですと映画の出演が決まりました。はぁとか言うんで、やはり、ま、環境がすごくいいっていうところで、福島市は東京からすごく近くって、新幹線で1時間半で来れる好立地なんですね。なので日域居住をする上では、あの交通の便がとてもいいので、無理なくライフワークスタイルを2つ置けるなと感じています。私の福島市の大好きなところは、じゃん、人の温かさです。福島市にはかっこいい大人の人や頑張っている人がたくさんいるんですけれども、そういった大人の人たちの背中を見て育った若い人たちが新しい事業を立ち上げたり、いろいろな活動に挑戦しています。人もすごく温かくって、地元の人が皆さんを迎え入れてくれると思います。福島市の人はみんな温かくて優しいので、ぜひまずは遊びに来てみてください。待ってます。